新連載の忍び事が想像以上のクオリティで胸が高鳴る読者の反応集。ではどうぞ。雨の降るなのは知らなかったがめちゃくちゃ面白かった。雨の降るの頃からの会話の掛け合いは薬と笑えるセンスがあったな。雨の降るで評判良かった先輩っぽい抜けたキャラをヒロインに持ってきてるのいい。1話読んだ感じだと若干キルアオと似てきそうな気はする。面白かった。キルアオ味を感じるけど無難にいい感じだね。コミュ障で最強なの流行ってる。雨の降るで好きだった小気味良い会話テンポだった。応援していくぜ。なんかずっと説明ばっかり。積極的なコミュ障って感じか。ヒロインの初手ドジっ子ぶりが強烈すぎる。通信相手誰なんだろうね。面白い。1話時点では個人的に当たりの新連載だ。前作でも1話は面白そうだったからまだ油断できない。めっちゃ絵上手くなってるな。相変わらず会話のテンポ好きだわ。これからもインカムの人はツッコミ役としていてくれるのかな。ええやん。普通に面白かったし今後の話の拡張性も高そうだしで期待したい。あと通話相手がどんなキャラなのか気になる。上司キャラとして実は大人のお姉さんタイプだったりしない。作為的な日常に慣れてるからそこから外れた主人公に興味を惹かれるってのは見たことのなかった設定だし説得力あったな。告知の時の JK58 聞いた時は守護丸思い出して不安だったけどちゃんと面白かった。おどおどしてるけど敵に容赦しない系の主人公好き。セリフ回しのおかげかコミュ障主人公もトンチキヒロインも面白くてよかった。スパイもの多すぎないってのが第一印象忍者だけど他になんかあったっけ。面白かった。雨の降る好きだったから割と応援してる。最強でコミュ障はキヨシと被ってるのがちょい気になったけど命令出す人のツッコミがかなり笑えた。期待。コミュ障ものだけどオペレーターの人のおかげでテンポ良かったの好き。インカムだから常にツッコミポジが一緒にいるのはもしかしたら大発明なんじゃねえか。この手の正体隠して護衛ものみたいのは割とありがちではある。個人的にアクション良かったからいっそそっちに振り切った作品になってもらいたいわ。結構面白かった。首が飛んでる飛んでないシーンとか迫力もあって良かった。今後も楽しみ。読みやすいな。大ゴマもかっこいいし不快なキャラもいないし。なかなか良かった。キルアオとかジャンプラではあるが幼稚園 WARS とか似たようなやつが多いからその辺との差別化に期待。護衛任務ならスパイ情報ではないのでは。学園護衛ものだとイッチボッチとキルアオとロボコか。かわいい。めっちゃかわいい。表情が硬いのが気になったけど話の進みや読みやすさは感じた。ロボコ？忍べえ、忍ぶな、の手のひら返し理不尽でクソ笑った。やっぱ会話センス好きだし今回キャラも好きな感じだから応援したい。首跳ねるとこ跳ねてないの大ゴマめっちゃ好きやわ。流れのつかみづらさみたいなのはちょっと感じたけどキャラの可愛さや会話のテンポ自体はすごく好みで連載続いてほしいなぁ。知らない人と5分も話せないのに親友は欲しいのハードモードすぎる。オペレーターの常時小気味良いツッコミがあるのは良いと思った。バトル描写もともと良かったけどより上手くなってるな。ひばりちゃんよく見ると髪の毛ツートンなのか海猫くんと兄弟だったりする。なのでプロに頼もうとするのこそくすぎて好き。なんとなくキルアオにマナブロを混ぜたみたいだなって思ったけどオペレーターとの漫才笑えるし主人公が情けないとこもかっこよいとこもちゃんとあるの好感持てるから独自路線で面白くなってくれるの期待するわ。ツッコミが好き。面白い。シンプルに面白くて良い。最近は画力高い人が多いな。オペレーターの人なんか知識足りなくない？新人かなんかか？この淡々としたローテンションのラブほんと好き。ここのスペックまでは閲覧できない分は把握してないとか？よだかと同年代の新人オペレーターちゃんで妄想してる。最初に5分間おじさんとの二人きりが嫌で隠れ見つかった時も素で驚いてたしそんなに長いこと組んだバディって感じではなさそう。お前が知らない人と5分も話せるわけなかったな。
とは言ってたから大まかな性格と強さとかしか知らない感じかもね。前作好きだったから楽しみ、見やすいしヒロイン可愛いし、これはいけるか。高校3年間一人きりで過ごしたいならいいんだけど、畜生すぎて笑った。アンケート入れたし、このレベルで続けてくれたらコミックスも買うわ。いろいろキルアオとかぶってるとこだけ気になるけど、思ったより会話が軽快でおもろいな。なんとなく顔の描き方に見覚えあるなと思ったけど、やっぱり雨の降るの人なのか。女性に免疫のない主人公はここ数年食傷気味ではあるな。ヒロインめちゃくちゃ可愛くね。あと絵が見やすい。冒頭の政治家のおっさんから同世代男子まで全てに免疫がねえ。一手がもったいないとバッサリ切られてて笑う。学園青春と護衛バトル、どっちメインになるかね。キルアオはバトルの方に重き置いてるけど、この絵柄だと青春の方が合ってそうだけど、雨の降るの感じだとバトルメインでいきそう。これ、赤羽骨子に似ておらんか。首切断シーンとか見るとバトルもいけそうな気もするんだが、絵もうまいし悪くなかったけど、キルアオの親戚感が否めない。画力めっちゃアップしてるな。俺も最近全巻揃えて読んだから同じこと思った。シナリオも作画も正当にパワーアップしてて期待通りの第1話だった。キルアオとシチュエーションが被ってるから票の取り合いになりそうなところだけ不安だけど、なんとか共存してほしい。というか自分が最初何部も話せなかったって実体験なんじゃ。では、激烈に怒った先生か、もしくは敵ですで耐えられなかった。やっぱこの作者のセリフ回し好きだわ。キルアオが酸いも甘いも噛み分けた最強暗殺者のおっさんが中学生に若返って青春したりバトったりする話なのに対して、忍び元は最強だけど限界コミュ障の少年が護衛対象と友達になる1話なので、キャラの属性はちゃんと住み分けできてると思う。キルアオはギャグもシリアスもどっちもいいとこ取りしてるから、忍び元にもその辺期待しちゃうのはある。この世に似たような漫画など大量にある。大体のネタは手塚治虫音体が、それはもう僕がやったよで殴ってくるんだ。よくあるコミュ障キャラでも納得できるタイプのキャラだった。だからこそ通信相手との過去が気になるな。どれだけの付き合いなんだろうか。それと通信相手は男で確定。忍び事と HAKUTAKU からはマダンの踏み台感がするでやんす。雨の降るの人たちなら毒舌キャラが欲しいな。ああ、これの連載かなのか。冒頭の忍び装束姿が結構好きなんだけど、学校生活プラス護衛がメインならもう出てこない可能性があるのが、踏み台なるか。呪術アンデラ夜桜逃げ若がもうすぐ完結するだろうし、今週先週の新連載が今のうち切り候補清し、アストロ、上旬、村上に負けるかな。どっちも1周年は迎えれる気がする。新連載だと清し村上は打ち切りだろうし、中堅チャンスやね。清し、キルアオ、赤羽骨子とどこかしら似たようなところがある作品が結構思い浮かぶのはちょっと気になった。でもテンポがいくて会話が面白いので正直それらより面白く読めた。かぶるつっても3つのうち2つは打ち切りっぽいし、赤羽は足しだしいいんじゃね。新しい人間関係の中に入るの無理とかいうクソ情けない理由と、誰も一人ぼっちにしないために国家があるとかいうあまりに格好良い理由を並列で並べてくるの温度差ひどすぎて笑う。わけあり女子生徒の護衛に裏世界の最強主人公がって設定は見飽きたけど、設定じゃなくて掛け合いの面白さが切れてるから別に良い。ヨダカとオペさんの掛け合いめちゃおもろくて好き。清し、村上、ひまてんよりは期待できそうやね。ぶっちゃけめちゃくちゃ話とっちらかってると思う。これ以上は言わんようにするけど。別にとっちらかってなくね。言うほどか？ちゃんと提示してくれ。会話劇も絵も好き、雨の降るも好きだったので頑張ってほしい。ただ打ち切り漫画にありがちなキャラの名前が全く呼ばれない、覚えられないのは不安要素バリバリなので早急に改善してほしい。絵柄も好みだし面白かった。え？そうかなと思って読み直したら、自分の覚えてるのコードネームの方だった。コードネームは呼ばれてる一人で統一してるから覚えやすいのだが、
キルアオとの被りが気になってる人が多い感じなんだな。個人的には主人公がキヨシと被ってるなぁと思った。学校での名前と忍者名とあるからこれは早めに意識してほしいな。自分もまだ学校での名前は覚えられてないわ。どっちらかるどころかむしろシンプルじゃね。公安忍者で護衛潜入任務、対象者には秘密で終わる。シンプルすぎてゴールがぼやけてるくらい。比べるならキルアオとかが割と散らかってるよね。散らかってるなぁと思ったり、あんましないところがさすがのベテランだけど、雨の降るより前に原型書いてたんだな。こっちを先に連載化してたらキルアオやら何やらと比べられることもなかったのか。むしろ忍者なさい覚えとけオッケーという配慮かも。忍者はコードネームでもいいかもしれんが、ヒロインの名前が2回しか呼ばれないのはちょっとな。対象とか言ってるセリフに名前の指振るだけでもだいぶ違うと思うが。は実際に対立煽りだと思うわ。というか似たジャンルだと大体対立煽り枠よね。細々としたギャグとかセリフ回しのセンスはそのままに、画力が大幅に上がっててよかったね。個人的にはここ最近の新連載の1話の中では一番面白いと思ったわ。でも葵ちゃんは覚えやすいと思う。ジャンプって葵ちゃん多いから現代の漫画だなーって感じた。テンポ良いからストレスなくスラスラ読めるし、ラブも個人的には面白かったし、キャラもの多いし可愛かった。キルアオは同級生との絡みが薄いというか、友達欲しいとかないけど、こっちは友達欲しいみたいな心理があって人間関係築いていく展開もありそうで良さそう。上で似てるって言われてる作品好きだけど言うほどかって感じなると、年の部そらくらい違うと思う。個人的に今回の新連載は当たり連発だから、どっちも生き残ってくれ。キルアオだって最初はインカムの人が割と突っ込んでなかった。ジャンルは手垢ついてるのは否定しないし、特別変わった要素はないのもそうだが、普通にアクションは良さそうだし期待してる。このコンビのこのノリが好きだけど、雨の降るはそのノリが受けなくて打ち切られた感あるから心配なんよね。ペン投げて消える演出が切れてたから期待したい。キルアオとかぶってるっていうやつさすがに区別ついてなさすぎないか。完全に別ジャンルだろ。1話の設定だけ見たら雨の降るの方が好きかな。絵はかなり上手くなってるな。割と面白かったけど、雨の降るの人なのね。あれもちょっと好きだった。そういうのが素直に踏み台にならないことも多いから楽しい。割と面白かったけど、特に目新しさとか派ないから埋没しそう。かなり面白かったよ。入れてっか。ここの二人かわいすぎる。俺のの一票あげる。忍び元は生き残るぞ。暇点アンチが多い。アニマンでアンケ取れてるって当初から言ってた。俺を信じろ。対話面白いしアクションも良かったからアンケ入れた。X では男女問わず絶賛のようだね。この漫画に罪はないんだが、陰キャコミュ障系の主人公がぬえ、キヨシと被ってるからちょっとそこは気になったな。ただそれ以外は日常から非日常に切り替わる演出もドキッとさせられたし面白かった。生き残れるかはわからないけど2話以降楽しみだ。逆に陰キャコミュ障以外のキャラにしたとて違う作品と被るやん。いや別にそんな被らないでしょ。同時期に始まった1話他作品と被ってないし。普通に面白かったが無難すぎてダメかもな。すごいの始まったみたいな印象は受けなかった。忍者主人公が陰ながらヒロインを守るって、陰から守るを思い出したな。正直設定的には斬新さはほとんどないから、どれだけ良いキャラいい展開を作れるか次第。キルアオのテンパみたいな当たりキャラを出せればしばらくやれそう。暇点の傾向から察するに無難が今求められてるんよ。すでに親友役と彼氏役を投入してるのに、さらにコミュ障主人公をクラスメイトとして投入する理由は何なんだろうな。忍者なんだしコミュ障なんだから誰にも見つからないように忍ばせとけばいいじゃん。隠れ身とかも別に姿が見えなくなるわけじゃないようだし、生徒に紛れ込む方が作中のリアリティラインの範囲で現実的とか。忍ぶってのは別に隠れることじゃないし、まあコミュ障すぎてあれだけど、読者がコミュ障ばっかだから感情移入しやすいようにジャンプ側が配慮してるんだよ。今回は以上になります。
このチャンネルでは話題になった人気の漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので、興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。